さあハニー、見つけに行きましょう。私たちの最後の地を。運命を受け入れたのならもう怖いものなどありませんよ。これほど広い空の果てを目指そうだなんて、我ながら無謀でしたかね。私の顔色が悪いですか？ええ、実は少し歩き疲れました。ここで休むとしましょうか。ちょうど木陰もありますしね。ふう。いえ、ここはどことなく私たちのいた島に似ている気がして懐かしいですね。覚えていますか？私たちが出会った時のことを。ふん、この辺りにも魔物が歩いていた痕跡がある。魔物たちが縄張りから出て人を襲うようになったというのは間違いではなさそうですか？噂をすればですか？この程度の魔物。君は一体。なんて美しいんだ。ああ、島の守り神、精霊火山よ、待ってくれ。恥じらわず僕の言葉を受け止めてほしい。僕は君に僕の抱く感情を伝えきれていないんだ。お願いだ、僕の話を聞いてくれ。初めてなんだよ、こんなに誰かと話をしたいのは。つい呼吸も忘れて自分の話ばかりしてしまいましたよ。
ところで精霊火山よ、僕のことばかり話すのも不公平ですね。君の話もぜひ聞かせてくださいよ。なんと、思いがけず島に起きていた異変の正体を知ることになるとは。そんなことより、今あなたは何て言いました？寿命が近い？そんな、島の平和を守っていた愛の化身ともいえる君が消えようとしているなんて。私は愛の化身でなく精霊？いや、愛の化身とは例え話でですね。そもそも愛とは何かですか？それはもちろん私が君に抱いている気持ちであり、他にもあれやこれやいろいろひっくるめて尊い感情を愛と呼ぶとかなんとか。説明が雑？そう簡単に言い表せるものですか？わかりました。では、愛とは何か、これから時間をかけて紐解いていくとしましょう。君の残りの寿命のことなんか気にしないでください。私の寿命を分けて差し上げますから。大丈夫ですよ、必要な時間はわずかでしょう。私の寿命を大きく削る必要はない。一ついいことを教えてあげます。私は魔術の他にも詩を得意としているのです。ならば君に愛の何たるかを伝えるのにそう時間はかからないでしょう。そんなの嫌？遠慮は無用ですよ。そうですね、言うなれば愛のための尊い犠牲というやつです。これから僕たちは一心同体、親愛を込めてハニーと呼ばせていただきましょう。あ、ハニー、恥じらいのあまり逃げてしまうなんて、あー、たまらなく可愛い。サルナン、まさかお前禁呪を使ったのか？精霊様を連れていると言ったな。なんてことをしてくれたんだ。僕の目は曇り、鮮烈だ。いや、僕の目は曇って。これも違うな。何をブツブツ言ってるのかって？君に送る愛の詩を考えてるんです。記念すべき第一作を。何です？島を追い出されたことを気に病んでいるのですか？ふふ、君が悪いわけではありませんよ。すべて僕が決めたことです。
むしろ島に縛られない生活は君が愛を理解するために必要なことかもしれませんよ。とはいえこれからどうしたものですかね。星の島でも目指すとしますか。いえ、改めて考えてみるともう僕たちには結婚の道しか残されていないんです。しかしそれには人間と精霊という種族の壁がある。僕が精霊になるには多く見積もって1000年くらいは必要でしょう。つまりは君が人間に転生するしかなく、おそらくそんな術を持っているのは星の民くらいでしょうし、寄って行く先は星の島と。え？前提から何から全部間違っている？っていうかツッコミが追いつかない？ふふ、いいですかハニー、夢は大きく持ってこそですよ。あとは一歩ずつ着実に進めば叶います。夢か、生まれて初めて口にしましたよ悪くないですね。人間に転生したハニーはどれほど美しいのか、僕は想像するだけだ。ハニー、どのくらい私は眠っていましたか？ハニー、どこにいるのです？何があった？どうしたというのです？どこにいるのです？ハニー！そこにいるのは誰と。さて誰でしょう。君はハニー当たり。なぜ人間の姿に。あなたの寿命をもうほんの少しだけもらって、
あなたの夢の中に入ってきたの。夢、そうか、ここは夢の中か。だが夢とはいえ、なんて、君が人に転生した姿を見られるなんて。ああ、ヘリー、僕は幸せだ。すごいよ、君にこんな力があったとは。はい、ストップ。感極まってあーする前に言うことないの？は？言うことですか？何でしょう？はあ、ほんと気が利かない。私がせっかくこんな姿になったのに。あ、そのあれですよね。美しい。あまりに想像以上に君が美しくてですよ。他には？綺麗です。他には？かわいいです。語彙がひどい。愛の詩が得意とか言ってるくせに、これはない。全然ダメ。0点。ぶっ、ちょ、人の趣味まで貶めることないじゃないですか。ひどいですよ、ハニー。元気出た？ええ、とても。じゃあもう少し歩こうよ。散歩しよう。もちろんです、ハニー。私たちのいた島を出ていろいろな景色を見てきたけれど、私はここが一番好きかも。気が合いますね。私もです。え？それじゃあ全言撤回。この景色なんかいまいち。ちょ、まったく意地が悪いですね、君は。あなたの方でしょ。私の授業が終わるのをあんなにしつこく邪魔してさ。嫌でしたか？さあ、ねえ、一つ見せたいものがあるの。ここは私が君と出会った場所。そう、懐かしいでしょ。ここで私は君に約束したんでしたね。愛とは何か、きっと君に教えようと。なんだかずいぶん昔のことみたいね、ハニー。私は約束を果たせたんでしょうか？まだよくわからないな。でもね、私たちの島にいた人たちと島の外で出会った人たち、みんな喧嘩をしたり怒ったり、お互いに文句を言いながら、でも最後は当然のように一緒にいるの。愛してるってそういうことなのかなって思うようになって。どう？合ってる？
難しいですね。でもそれも一つの愛の形と言っていいかもしれません。そっか、なら私はあなたを愛してるわ、サルナ。あなたは死ぬほど面倒くさいし、一方的だし、自分勝手だし、優しさもなんか的外れで。でも一緒にいて嫌じゃないの。悪口を言い合ってるとかえって安心できるっていうか。悪口を言ってるのはいつも私の方だけど。その程度の齟齬どうだっていいですよ。ああハニー、私は詩に乗せて君にどれだけのことを伝えられただろうか。手を変え品を変え、ありとあらゆる言葉を使って君に思いを伝えようとしてきました。だけど肝心な時に言葉が一つしか見つからない。僕はなんて幸せなんだ。そっか、その一言だけで十分だよ。だってあなたの詩ぶっちゃけそんなに上手じゃないし。まったく、君は本当に意地が悪いですね。ごめんね。でもそれももう最後。最後？そう、最後。あなたに私の気持ちが伝えられてよかった。何を言っているんですハニー。旅の中でずっと探していたの、あなたの命を絶やさずに済む方法を。全空を旅する水や風に聞いても、みんな答えは一つしか持っていなかった。命の火はいずれ消えゆくのが定め。この断りはきっと星の民にも創生神にさえ覆せない。私が人に転生する術があったとして、あなたの寿命をくべ続けなければ生きていけないことに変わりはないの。君が精霊であろうと人間であろうと、私の結末は同じだと。それで何をしようというんです。あなたの術を破るわ。私がいなければあなたはもう少し長く生きられる。待ちなさい、何をバカな。ごめんなさい。私の杖にヒビが。これを砕くつもりですか。そう、私があなたの大切な島の子の命を吸い尽くす前に。くそ、砕かせるものか。お願い、愛する人に死なれたくない気持ちはあなたもわかるでしょう。君は飛んだ卑怯者ですね。愛を盾に僕の元から去ろうなど。
いいですか、ハニー。君と過ごした4年間が今や僕の全てなんだ。僕の寿命が仮に10年伸びたとして、代償に君を失うのなら生きる意味も死ぬ意味もない。人への転生が叶わないのなら、僕は君と一緒に最後を迎えることを願うまでだよ。私、どうとでも理屈をこねるがいいさ。倍の言葉でねじ伏せてやる。僕は諦めが悪いんだ、知ってるだろう。さすがです、ハニー。今回ばかりはダメかと思いましたよ。だけどもへったくれもありませんよ、まったく。ねえ、引っ張らないで。あんなところにいるから変な気を起こすんです。さっきの木陰に戻りますよ。君は言いましたね。何があろうと一緒にいることを選ぶのが君の見つけた愛の形だと。ならば一緒にいるために自分の何を犠牲にしようと構わないのが私の見つけた愛の形です。だったら私の気持ちも。わかりますよ。でもダメです。君のために私が死ぬのは許せても、私のために君が死ぬのは許せません。勝手すぎるよ。私は死ぬほど面倒くさいし、一方的で自分勝手なんです。君が言ったんですよ、ハニー。ああ、そうでした。分かったなら結構です。ねえサルナ、そんな自分勝手なあなたに一つお願いしてもいい？何でしょう、ハニー。あなたと一緒に最後を迎えることは、いろいろと思うところはあるけど受け入れます。だけどそれは今ここじゃなくて、もっと素敵な場所が見つかってから。なるほど、団長たちと旅を続けたいということですか。いいでしょう。それが君の示す条件なら、喜んで私は受け入れます。よかった、こういう時は優しいんだね。的外れなだけで、私はいつも優しいつもりですが。はいはい。まったく、たまには素直にお礼を言ってくれてもいいんですよ。その前に返事くれないの？私は自分の言葉で気持ちを伝えたのに。私としたことがいろいろあるうちに忘れていました。僕も君を愛していますよ、何者にも変えがたいほどに。ありがとう、サルナー。